どうも。最近古代史にハマっているスケタノです。突然ですが、皆さんは粘土板をご存知でしょうか？粘土板とは、古代メソポタミアにおける筆記媒体のことです。古代エジプトではパピルス、古代中国では竹簡が使われていました。プヌシは世界最古の文字である楔形文字、そしてそれを記した粘土板に大きなロマンを感じました。作らなきゃということで、はじめに割り箸で筆を作っていきます。線状になるようにカッターで削っていきます。筆が完成しました。次に粘土板を作っていきます。粘土をこねて形を整えて表面を滑らかにしたら完成です。早速文字を書いてみます。このように粘土板に筆を押し当てて文字を書いていきます。結晶ですね。それでは、当時の文章を写していきます。ギルガメッシュ叙事詩、序文。書き終えました。完全に乾くまで、天日干しします。完成。しっかりと固まりました。